はい、おはようございます。今日は、トミカのタウン道路セットで遊んでみたいと思います。この上はこんな感じですね。標識や道路がたくさんあるイエローな道路。はい、あ、なるほど、こんなのが作れてトミカタウンのここですよってことですかね。はい、で裏にぎやかタウンレイアウト、広々タウンレイアウト。あ、なるほど、大きさがコンパクトにギュッと入っているタイプと、それから長く大きなレイアウトの2種類ありますよっていうことですね。それから、ここは3つの力で子供を育てますというところ、クリエイティブスタンダードエントリー、あ、モデルがあるんですね。今回のタウン道路セットはスタンダードのタイプのおもちゃとなっています。電池もいらないおもちゃです。箱の中身を、出してみましたが、結構たくさん道路種類が入っていますね。これ背景のイラストがついていて、これは、橋脚というんでしょうか、3段階目の高さということで3番と書いたのが4つと、緩いカーブが2本赤色ですね。それから直線道路に T 字路、三叉路とちっちゃいカーブと、これはスロープですね。オレンジ色の高さを変えれる坂道がついています。面白そうですね。この T 字路なんか特に面白いですね。それから、まだ飾りがそういえばありました。はい、これですね。道路標識と道路の脇の丸いところにさせる木ですね。止まれとか、これはシールを貼り付けして完成させるものです。シールが、シールは出てこないよ。はい、こちらですね、止まれ、速度落とせとかですね、こういう道路標識のシールも貼れば作れるようになっています。はい、それじゃあ早速道路組み立てていきましょう。まずは、この箱の裏に書いてある、コンパクトな方ですね、にぎやかタウンレイアウト、こっちの方で組み立ててみたいと思います。あ、なるほど、これ緩やかなカーブは短いカーブの外側にぴったりくっつくようなサイズになっているんですね。これで2車線の道路ができますね。なるほど。はい、間違えましたね。これくっつかないですね。違います、やり直し。
違いまして、この足の上には緑の部品がついたものを揃えておいた方がいいですね。これで後で背景がつきます。それからこの青いパーキング駐車場なんですけれども、この裏にここ足をはめるところがあるので、はい、これで足3つ使ってより安定してここに固定することができます。で、この看板はと同じようにこの穴でここに止まるようになってますね。はい、これでとりあえず一通り道路は組み上がりました。こんな感じで2車線対向車線ですね、すれ違いができるようになっています。駐車場が1個ついた、こんなタイプの道路ですね。はい、これがさっきの背景、この緑のところにガシッとはまって、あ、いい感じですね。ちょっとやっぱり雰囲気が出ますね。はい、それでこれがトミカですので、早速これを並べていきましょう。それじゃあまずはこの青いトーマスのバスと海遊館のトラックですね。これをじゃあとりあえずこの立体駐車場パーキングに置きます。はい、こんな感じです。車止めがちゃんとついていて落ちないようになっていますね。3台分止めれるスペースがあります。それじゃあ次はこの東急バスを、せっかく坂道がありますので坂道を下ってみましょう。よっ、おお、早いですね。なるほど、こんな感じですね。続けてこれ4台も下ろしていきます。幼稚園バス、行け、おお、はい、次は救急車、あ、あれ、救急車はもう1回、よっ、この救急車は重たいんですかね。スピードがつい、あ、スピードがついて軽いのは、あ、パトカーはいけますね。ちょっと救急車くんは、あ、救急車くんは重いのでゆっくり、あ、いけました。ちょっとスピードがつくと道路から飛び出してしまうかもしれません。反対側はどうでしょうか。いけるかな。よっ、あ、こっちは全然直線だからこんなところまで来ましたね。いけますね。はい、もう1回、うん、いいですね。操作をする部分はこんな感じになります。救急車がこっちから行って、バスたちがこっちから行くと、こういう感じで交差じゃないですね、対向車とすれ違うことができます。よし、登れ。お、あ、幼稚園バス、幼稚園バスが横向いちゃった。よし、よしよし、よし、登って、よし、下ります。はい、次は幼稚園バス、次
次はパトカー、次は郵便車、箱に書いてあった作り方の例で、作ったコースはこんな感じでした。これだけ、コースのパーツたくさんありますので、もちろん自分で自由に、組み立てることもできますので、早速ちょっと自分で考えながらコースを新しいもの、別のものを作ってみようと思います。例にはなかったんですが、立体交差のできるコースにしたいと思います。はい、さっき2段目のところで緩やかな赤いカーブを使ったので、反対側にも緩やかな赤いカーブをつければここはよし、ぴったりくっつきましたね。あとこっち側がまだ残ってます。まだ部品が結構残ってるので、まだ少しカーブがあるコースにできそうです。はい、ではここがはまれば、これでコースの完成です。ちょっと部品はまだ
余りましたね。直線が2本分あるので、まだ大きくしようと思えばできます。かなり自由にやっぱり組み立てることができますね。いろんな形が自分で考えたらできそうです。で、ここに背景をはめて、はい、こんな感じでここに立体交差がついています。覗いてみるとこんな感じですね。3段分の高さがあるので、トミカも余裕を持って下が通れそうです。それじゃあ早速トミカを並べていきます。さっきは走ったので救急車、今度は駐車場でお休みです。あ、この看板も穴がついてるとこはどこでも止めれるので、こっちの方がいいですね。それから、海遊館のトラックも駐車場に入れます。幼稚園バスも、はい、今度は3台並べます。こんな感じで、あとはこの立体交差ですね。せっかく作ったので走らせていきたいと思います。さっきはいなかった清掃車ですね。ゴミ収集車、それからさっきもいたんですが郵便車、赤い車と青い車をこの立体交差に走らせていきましょう。はい、早速ゴミ収集車がスロープを、よし、あれ、ゴミ収集車ももしかするとちょっと重たいですかね。急カーブで、よいしょ、もう一回行きましょう。はい、よっ、お、今度は綺麗にカーブ曲がれましたね。はい、郵便車も乗ります。はあ、いいですね。もう一台、赤いバス走らせましょう。これは JR バス東急ですね。これもスロープを、このコースの見せ場の立体交差です。あれ、外れてました。はい、立体交差をゴミ収集車がぐり抜けました。続いて郵便車も立体交差の下をくぐり抜けます。やっぱり3段あると上は結構余裕がありますね。背景で向こうが見えない中から、はい、今度は JR 東急のバスが抜けてきました。はい、ゴミ収集車がまた上を通って降りて、はい、そして向こうから来ました。トンネルみたいですね。ゴミ収集車が見えてます。出てきました。今度は郵便車が向こうに、こっちは下を通って出ていくと。はい、ゴミ収集車もう一回来て、はい、行って行って、はい、2台続けて出てきました。はい、今日はトミカのタウン道路セットで
遊んでみました。やっぱりこれだけ部品が入ってますので、まだまだいろんなコースを自分で組み立てて遊ぶことができると思います。かなり自由度が高くて面白いですね。いつも見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。